はい、今日は2月の11日、建国記念日の日ですね。夜10時45分になるところです。今日は少し遅れました。現在の腐敗した政治、行政、社会教育の現況に徹底した調査を行い、各所に強制を求めるとともに、国民、市民の皆さんにはその事実と真相の違いを広報する活動に邁進いたしております。おなじみの赤い車、ニャリバン、東大阪、狼少年ならぬ狼親父の声、今晩も届けてまいりましょう。皆さんこんばんは。さあ、今日は愛国者の人たちにとってね、お正月と一緒なんですね。要するにね、民間の知り合いの人たちがね、あの日の丸、ね、紙で作った、ね、日の丸をお参りに来られる人たちにね、おめでとうございます、おめでとうございますと言いながらね、手渡ししてね、おられたんですが、しかしね、この外出禁止令ね、緊急指令ですね、橿原神宮はね、祭祀、つまり今日の記念の祭祀ね、建国の祭祀をね、お参りはね、一般の、要するに氏子といわれる人たちですね、協力者、この人たちのお参りをね、お断りするというね、書状、その会員の人たちにはね、届いていましたね。しかし、私たちのような愛国者は、お参り、ね、これがお正月なんで、ね、そして私もね、今年31回目なんですが、初めてですね、本当にね、簡素な、一般の市民がね、パラパラパラとしかね、その反面、近畿界隈の所轄警察署の公安警備課の刑事さんたちですね、公安警備課の刑事さんたちがおそらくね、100人は来られていたと思うんですね。それでも少ない。ね、今日の梶原参拝は、柏原神宮参拝はね、その右翼担当の所轄の刑事な、それと右翼団体の参拝以外は、ほとんどと言っていいほどね、この参道を一般のお参りの人たちがね、来られていませんでした。ね、ここに本当のね、この日本政府が出している、ね、緊急事態宣言、ね、これが確かに国民がそれを守って行動しているんだなというのを実感しましたね。そして、ね、この大手門鳥居ですね、最初の駐車場から入る鳥居のところでね、いつも私はね、行った、ね、メンバーで写真を撮っているんですね。さあ今日もね、撮ってまいりました。さあこの写真をちょっとね、皆さんにお見せしましょうか。ね、これなんですね、これ。今日ね、行ってきました。ね、これはお参りをして帰ってきて、ね、そしてこの鳥居をね、また正面向かってお礼をやってからのこの正門のところでね、このようにして集合写真ですね。この集合写真ね、このようにねして、一般の市民がほとんどいませんね。ところがね、昨年までのこの柏原神宮のお参りはもう人が溢れていてね、このような写真、この周りにも一般の人が次から次へとね、お参りされて、そして反対側を帰ってこられます。周りにはね、先ほど言いました公安警備の刑事の人たちがね、近畿界隈すべてのね、団体のあるところはついてきていますから、またね、どのような団体がお参りに来るか、ね、そういうのをね、偵察に来ていますから、今日ね、これ、ね、ほとんどの人がね、
いませんね。そしてこのようにしてね、このお参りね、150メートル、大方200メートルぐらいをね、本堂まで歩いていきますね。そうしたところ行き交うのはもうほとんどね、私のような愛国者ね、その団体の人たちね、隊列を組んでお参りされて、そしてね、本当にいつもはね、あの全国愛国者団体会議の皆さんはね、ちゃんとして整列して、そして号令とともに掛け声をかけながらね、隊列でお参りされているんですが、今年はそのようなね、掛け声も聞こえませんでした。要するに波足でね、みんな静かにお参りされてね、そして我々もね、あの屋外ですけども、ちゃんとマスクをねつけて、そして本殿へ向かってね、お参りをしてまいりましたね。さあ、この柏原神宮がね、私たちのね、なぜここをね、崇めるかと言いますとね、日本古来最古の天皇である神武天皇ね、日本皇后制定されて、そしてここにね、それをお祭りしているね、金城陛下も必ずね、ここをお参りされていますね。ですからここからの愛国者というのは、そしてね、大体が愛知県からね、九州の人たちがこの柏原神宮、最近は違いますね、九州は九州でね、お参りに行って、ところが関西はほとんど愛知県からこのね、広島あたりまでの人たちはこの柏原神宮、2月の11日ね、にここにね、参拝に来てから、その年の本当の活動っていうのがね、始まるんですね。しかし今年はね、このようなコロナウイルスね、先週の日曜日にはね、3日ほどね、私が前に投稿しましたね、あの報告しました、ロシア領事館豊中にあるね、ここへね、抗議、これは抗議凱旋と言いますね。要するにあのね、現在のプーチンロシアね、しかしね、皆さんよく考えてみてくださいね。今本当にね、日本国はコロナで大騒ぎしている中において、オリンピックのね、トップである、役員トップであるね、森喜朗氏がね、どうもこの大会の委員長を辞任されるというニュースが夜飛び交っていますね。しかし本当に言葉っていうのはね、今ね、どこどこの誰々がどのようなことを言ったね、ましてやそのトップね、の人がこのようにね、このような発言をしたということを、すぐですね、その日のニュースがその日のうちに全世界を駆け巡るね、そういう時代がね、ああ本当にね、地球って狭いんだなね、感じるね。しかし私はね、海外旅行など行ったことがないんですね。行ったことがないからね、外国の情勢を知りたいなと思ってね、私は新聞大好き人間なんですね。朝、最近ね、4時40分ぐらいにね、2階のね、部屋寝ていたら、下に探車の音がかすかに聞こえるんですね。その探車の音を聞いてね、しまったらもう寝ることができないんですね。すぐに降りてきてね、新聞取りに行って、玄関に新聞取りに行って、そしてそれをね、1時間かけてね、まじまじとね、見て、そして
また1時間ぐらい寝て、ね、7時に目覚ましのアラームが鳴ります、ね、そのような毎日なんですが、この新聞を読むことによってね、全世界のね、起こっていることが全てとは言いませんが、ほとんどね、その新聞で私は情報を得るようにしているんですね。ですから現在皆さん、何かね、私たちが愛国運動する中においてね、先輩たちにね、集会で勉強会ですね、この時に100年周期で戦争が起こっている、ね、要するに誰が起こすのかは定けではないが、ね、神、目には見えない神様、ね、これが戦争を起こすのではないか、つまり神様はとは何であるか、つまり活動に宗教、ね、そのような布教活動から始まって、ね、活動している中に、ね、愛国思想にここに宗教が重なってきたら必ず戦争が起こると言われるわけなんですね。そしてその戦争の周期は、ね、100年周期で起こっている。しかし最近、ね、戦争のもどきの戦争が各国で起こっていますね。中東にせよ、ね、そして、ね、一つにまとまっていたあのヨーロッパの EU と言われる連合ですね。連合国、ね、イギリスが脱退しましたね。もうこの時点から、ね、戦後76年ですよ。ね、全世界の、ね、大きな、ね、大戦、大東亜大戦ですね。我々から見たら。しかし今、第二と言われていますね。第二大戦と言われます。我々は、ね、大東亜、ね、この植民地を解放するために、我々日本人はね、植民地をしようとした連中に戦っていった、戦いを挑んでいった、そうですね。それに戦いを挑まなければ、今このような日本国はないんじゃないかな。ね、小さな国でも、いざ国民性のその精神というものは、世界に日本の国の恐ろしいということを見せつけた戦争でもあったわけなんですね。ですから、ね、未だに全世界の人たちは一番日本人を、日本の国を怖がっているのはどこと思われますか？ね、一番この大和の国、日本国を恐れているのは、ね、アメリカなんですね。なぜならば、ね、私たち日本人の大和魂というのを、ね、まざまざとアメリカ、あの大国に刻み込んだわけなんですね。戦争末期の時にどのようなことが行われたか、ね、尊き命、国を守るため、家族を守るために必死の作戦を立てて、ね、そして弾が雨あられと飛んでくるところに、ね、燃料切れのそのままの形で敵艦に向かって高射砲からの雨あられの弾が飛んでくるところへ向かって突撃していった。神風特別攻撃隊なんですね。当時のアメリカはまさか、ね、自分たちの、ね、大艦隊の戦艦にね、飛行機がそのまま飛び込んでくるような想像もしなかったわけなんですね。
ここに恐怖を覚えたわけなんですね。日本人に対するアメリカ人が受けた恐怖ですね。しかしその恐怖にアメリカは物量で勝ったわけなんですね。しかし我々日本人は戦争には戦いには敗れたが、決して大和民族精神の精神までもが敗れたわけではなかったんですね。ですから私たち日本国の日本人を一番怖がった恐怖を覚えたのはあのアメリカなんですね。ですからこの日本人を本当に追い詰めたらね、よく言葉にありますね、急走猫を噛む、ね、要するにネズミでも、ね、追い込まれたらあの猫に立ち向かって、ね、噛みつく、ね、しかしそのようなね、まあ言われはね、例えは悪いですが、我々日本民族の魂、大和魂というのはね、いざとなった時のその決断力ですね、これを一番認識しているのがアメリカ。ね。なぜならば、ね、その昭和天皇敗戦の時に、ね、マッカーサーが来て、ね、そして本国アメリカからは、ね、天皇陛下を処罰せよ。ね、いう命令が出ていたらしいんですね。ところが、このマッカーサー元帥は、ね、当時の昭和天皇と会って、その人間性を見て、ね、この天皇をもしアメリカが手にかけるようになった時には、日本人たるもの、ね、全国民が、ね、女子供までが命を、ね、投げ出してアメリカ軍に立ち向かってくる。とてもじゃないが、ね、この日本に自分たちが占拠したという形を取れない。そのために、ね、恐れ多くも、ね、この天皇陛下をアメリカは利用したわけなんですね。そして、この玉音放送、ね、行われたために、日本人は、ね、天皇のお言葉として、ね、すべての国民がそれを一瞬にして受け入れしたわけなんですね。しかし、ね、この国民が受け入れた後に、ね、盗賊国家ロシア、ソ連、大恐ろしや、恐ろしや、ね、私がこの前テープでお聞かせした通り、ね、この連中らは盗賊国家なんです。今見たらようわかるでしょ。ね、あの、ね、殺人兵器で、ね、わからないだろうとして、ね、抹殺しようとしたが、今回は失敗して、ドイツでその、ね、男は助けられた。そして元気になって祖国に帰ってきた。さあ、難癖つけて、逮捕して、そして、ね、最初に、ね、この男を診察したのが、ロシアの病院の医者だったんですね。さあ、この医者、どうなりました？ね、昨日、一昨日の新聞ですかね。報道されていましたね。なんと、56歳でしたかね。7歳の、その医者は、変死、ね、した、と、新聞に記載されていましたね。つまり、最初に、この、毒、ね、殺人兵器の毒で、ね、意識を失った、この人物を診察したのが、ロシアのその医者であった。ね、その医者は、なんと、昨日、一昨日、変死、56、7歳でですよ。私はね、もう70過ぎかな、と思って、パッと呼んでいったら、なんと57歳と書いてましたんかね。突然死だったと書いてあるんですね。それ以上は何もね、報道されていませんね。
ああ恐ろしや恐ろしや、中フィンな、プーチンですか、プーチン国家恐ろしやね、本当に恐ろしや。このようなね、国の行政他国がね、物を言ったら内政干渉である、内政干渉である。さあ同じようなことがまたその下の地図から見たら、その下のシナですね、尖閣諸島の領海に毎日ね、巡視船に化けた軍艦が入ってきているね。ようやく日本のね、国防に政治家が気づいたようでありますね。なんとかしなければね、と指をくわえている間に、シナはね、領海に入った者は銃器を使用してもよいというような法律を作った、ね、そして我々日本国の、ね、憲法は戦争放棄、ね、まさかちりとり放棄ではないありませんが、ね、戦争放棄、この9条、ね、そのようなことを言っていて、ね、このような、ね、自由と平和な国、戦争放棄したから自由と国の平和になったんではないんですよ、ね、私が最初にお話ししたように、世界で一番恐ろしい、ね、精神を持ったのがこの日本人である。その体感したのがアメリカなんですね。あの強力な世界の警察と誇ったアメリカ人さえもが日本人のその大和魂というのには恐れをなしていた。しかし、ね、物量でようやく日本を、ね、敗戦へと、ね、持ち込んでいった。しかし日本人は、ね、大変な民族である、ね、今度は企業戦争に初めて参入してきた。そうしたところがたった19年で世界が誇るオリンピックを開催した、ね、そして今、ね、それから75年、ね、今年で76年目ですね。76年目にして終戦76年目にしてまたオリンピックを、ね、開催する決定していたのに、ね、ここにコロナウイルスのことがかさみ、そして苦労しているオリンピック委員会の委員長であった元、ね、森総理、ね、年老いても日本人のために、ね、オリンピックを開催しよう、ね、何も、ね、アスリートのためにやろうとしたんではないんですね。世界に誇る日本の企業、そして、ね、経済大国と言われた、それを全世界に日本はこのようなことができるんだということをやろうと必死になって歯を食いしばってやっておられるところに、ね、このコロナウイルス、武漢ウイルスと言われるこのようなことになって大変な苦労されている、ね、今の菅総理でもそうですね。誰がなっても、ね、今の政治家皆さんね、日本の政治に興味のある人ならば、ね、以前の昭和初期からの総理大臣というのは、歴代の総理大臣を、その与党と言われる人たちのね、中から、ね、育てていったんですね。次は、ね、2人、3人のこの人物ならば、ね、総理大臣として、日本国を治めることができるだろう。今日ある人と話をしていてね、面白かったのが、ね、学校で、ね、先生が、ね、子供たちにこのように教えたらしいんですね。日本で一番偉いのは、ね、総理大臣である、ね、子供たち、小学校5年生6年生の子供たちに
日本で一番偉いのは誰ですかと聞かれた時に、一人の少年がはいとは手を挙げて、日本で一番偉い人は天皇陛下ですと言ったらしいんですね。ところがその教師がね、違う、日本で一番偉いのは総理大臣だと教えたらしいんですね。それをね、その子供が家に帰ってね、隣のね、おじさんにね、おっちゃん、今日学校の先生がね、そこの同級生だったらしいんでね、そこのね、隣のね、おっちゃんのところにもその小学5年生の同級生がおったとね、その話を今日は学校でどんな話をした勉強したんだと言ったところ、その息子さんは帰って、先生が日本で一番偉いのは誰だと聞かれたのでね、知らなかったけども総理大臣だと教えてもらいましたと言ってね、帰ってきたらしいんですね。そうしたところに迎えに同じ同級生の子が、おい坊主、ね、今日学校でどんなことを習った言ったら、ね、日本で一番偉いのは、ね、誰だと聞かれたん違うかって言うと、お前は何と答えたん、僕は天皇陛下ですと言いました、言ったらしいんですね。そうしたところに、その隣のおじさんは自分の息子ね、総理大臣が一番だと聞いたと言って言ったもんだから、隣のね、向かいのね、坊主は天皇陛下が一番ですと言いましたと言ったところがね、その隣のおじさんは学校へ乗り込んでいって、校長先生をね、大正時代の生まれの人ですからね、校長、お前子供たちに日本で一番偉いのは総理大臣やと教えたらしいの、一番偉いのは天皇陛下だよと言って、その校長をどつき回したらしいですね。さあ、そのような話をね、今日聞いたんですよ。ね。その大正生まれの人たちに、ね、そういう、ね、自分たちが、ね、崇拝した、ね、国家国体の要である天皇陛下、ね、これを総理大臣が一番偉いと言った、ね、学校の教師、そのようなものを雇っている校長、お前が一番悪いと言ってね、殴り込みに行って、その校長先生をどつきましたらしいんですね。こういうね、日本民族精神、大正時代、そして昭和の初期の生まれの人たちはみんな持っていたんですよ、ね、しかし日教組、全教組、ね、それを日本国解体説明屋からの学校の教師ね、この連中らがおかしな方へ、不思議な方へ、変な方へ教育していった、それが今の日本国に蔓延している。しかしね、私たち日本民族精神は絶対に揺るがくことはありません。ですから今日ね、このコロナの中、柏原神宮参拝、神武天皇の建て祀られているところにね、行って金城陛下へのご献上、そして国家国体の安全をもって八坂参照してまいりました。さあ皆さんね、これを見てまたね、柏原神宮お参りしてくださいね。それではまた明日お会いしましょう。こんばんは、これにしておやすみなさい。